そんな活気づい子ではなくて、どちらかというとクラスでは真ん中か上の方にいるけど黙ってついていってる人みたいな。私がそういう人だったから、自分の意見も言えなくて友達と揉めたりとか、まあ、今も曲にすることで吐いてるというか、そんな感じです。先生に向けてふざけんなみたいな曲でした。こんな大人にはなりたくねえみたいな尖ってたまあ切ない曲です。普通の会いたいだの好きだの言ってる恋愛の曲とは違って、大切な人を思い出してほしいというか、その人のことを大切にしてほしいみたいな思って作りました。音楽してたら辛いことばっかだし、やめたいなって思う時もあるんですけど、ちょっとポロッと弱音吐いたりしてもすぐ DM 飛ばしてくれる人とか多くて、何があったの大丈夫とか、しゅんちゃんはすごいから大丈夫だよとか、毎回助けられてます。誰になりたいとかこうなりたいとかはないんですけど、普段私みたいに何も言えない感じの人が私のライブハウスに来た時に肩の荷を下ろせる場所というか、私の音楽を聴いてる時はその今背負ってるもの全部置いていいよみたいな、そういう場所になれたらいいなって思って。